手ってなかなかいないですからね、うん、さあそれではインタビューの準備できたということなのでお話伺っていきましょう。まずはアウェーチーム、ガチ君から意気込みお願いします。フードが出てきました。はい、まあフードさん来そうかなと思っとったんで、うん、まあ江戸戦ね結構1、2ヶ月前は割と苦しい思いをしとったんですけど、ここ最近はすごい毎日江戸戦やって自信はついてきて、どういう感じになるか結構楽しみなんで頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、頑張ってください。さあ続いてはホームチームフード選手にも意気込み伺いたいと思います。さあフードさん、ガチ君戦となりますがいかがですか？そうすれば自分からね当然入りたくない相手なんですけど、うん、けど組み合わせとしてもね結構、うん、面白い組み合わせで、なんかねガチの戦ってすごいなんか努力が報われる感じがしてて、うん、なんかちゃんと対応して勝ちたいなっていう、なんかそれをなんか見せたいなと思いますね。おお、ありがとうございます。頑張ってください。それでは両選手は試合の準備をお願いいたします。さあそしてちゃんと頑張れば止められるみたいな、確かに技を体力持っている。さあ両者が楽しみと語ったこの組み合わせ、うん、ガチ君ラシド対するはフードエド、いってみましょう。お願いします。この2人が中堅戦は結構贅沢だなと思ってしまうようなプレイヤー同士の対決、さまざまな思惑の中対照戦でもおかしくない両者の対決、やはり中距離はエドですよね。これオフリスカイハイもちゃんと上りから、うん、通常スカイをカラキャンしないといけないというテクニカルな技になっています。しっかりと決めてきたガチ君、はい、さあ体力リードはガチ君だが、ここはフードが前に出てブリッツァ当てて、仕返しの形か。さあミキさんまで繋いでいるのはガチ君のラシード、フードはこのガチ君のラシードに対応できるのか受けきれるのかというところ、中継を打ちながら近づいていって、まあ、ぬるいワールにはインパクトを狙いたいってことなんでしょうけどね。そうですね、常にガチ君の差し返しは狙っているか、中足ラッシュを決めていく、ゲージは1本画面8。さあどうする、投げを1つまだ足りないが、フードはどうするか、もう一度投げ、お見事、ラウンドを取ったのはガチ君のラシード。フード側の牽制もいくつか当たっていましたが、まあ、大ダメージに下がるような感じではなかった。さあここはオリワール当たったぞ、ライン曲がる、打撃も通る、画面端になる。さあこれで投げが入って、またラシードの非常に強力な間合いをガチ君がキープし続けるか。ゲージはある、あと一読み、ジャスト受ける、受けるか。フードとしては苦しくなった、ここでリサル、いいゲージ配分使って、さらにまだ竜巻がある、押し込んでからの投げ一つ、フードは苦しくなっている。この画面端きた、オーディブリッツからのサイコキャノン、完璧ですね、運搬していく。あちょっと一発ミスが出ましたが、それでも十分なダメージ。そうですね、ラインも運んだ、しかしまだ体力差がある。ガチ君はそろそろ逃げしか大剣、これはうまく画面端、ここでフードとしては倒しきりたい。ガチ君にはゲージもある状況、すごい、おお、これは届いている、ゲージあるな、フードにゲージは2つ、サイコストームを選択、ダイル計算バッチリ、これは完璧なコンボ選択、しかもバーンアップしながらのインパクトはちょっと見切りづらいですよね。そうですね、はい、いい勝負インパクトでした、距離もぴったりだったというところ、確かに。ここは最終ラウンド、ガチ君が先行してユーサール発動、投げている、対策だ、さあいい形でやり過ごした、あ、重ならなかったですね、送り相手だな、これでだいぶ風土的には楽になりましたね。そうですね、ガチ君のゲージは1本ちょっとというところだが、ここも空ジャンプの形からよしよしよし、うわー、呼んでいる、中台からゲート2つ溜まって、一気に駆け抜けていったイーグルスパイクフィニッシュはガチ君。ここはやはりそのしゃがみ弱パンチ重ねを徹底していたので、投げに対して OD サイコアパクれば食らっちゃいますけど、はい、そうじゃないときは絶対ガードできるような連携を組んでましたね。かなり安定的な位置になった、まあ、立ち回りの部分でやっぱりガチ君が差し返しも鋭く、はい、でワールもうまく打ってますよね。ただポイントはやっぱりこう中距離からの、まあ、カラージャンプというか、いわゆる先端飛びの形を作って、うん、そこに対してやはり中アッパーで対空するのは毎回難しいと、うん、いうところで、まあ、技が当たるらしいのの位置で届く間合いまで入れているという、確かに
がキーになっています。相手に近づくまでは苦労するらしいのではありますが、うまくガチ君がそこを展開している。そうですね、ジャンプでダメージ低めで振らずにいけている。オーディミスター敵技の夢勝っているのはガチ君。体力リードをしながら飛び道具ワールウィンドウを使ってうまく画面端を作った。中段は立っているフード。さあ下から小突いて押し返しながら、ただドライブゲージが少ない。投げを一つ、まだ前に出る。あーっと、これを出てしまったか、ガチ君。おっと、いろいろあったが噛み合った。ラウンドはガチ君、そしてマッチポイントもガチ君。神道ギックのヒット確認ミスから始まってしまいましたね。さあ、釣れましたが、あと1ラウンド。あ、近かった。今日は粘れるか。よしよし、ツー来た。当たりますね、いいところで打っている。さあ、打ってフード追い詰めていく。ここは中段巻き上げている。一番やばい。さあ、これは相当なダメージになるぞ。ここからうますぎる。絶対できるじゃんね。ちゃんとできるぞ、この高難度コンボからのフード。おい、苦しい。これは使うしょ。クリティカルアーツはある。サイコチェンバーバーアウトですね。バウンドしてゲージは一つ。一応素晴らしいけども倒されないか。いや、ダメージ高いんだよな。怖いっすね、これは。おお、しびしかも、えらい。もう一丁引っ張って少し投げ抜けからのバリして、うわー、崩れない。完成垂直ジャンプ、見事に決めた。2対0。ガチ君がこの中堅戦を取っていた。いや、今のコンボ選択の点良かったし、中足しゃがみ中パンチのパニッシュカウンターの時に、はい。